平次さん、小説家。目立たなかったらいいよ。秋夫さんがレースなんて言って、メディアに出ちゃったから、平次さんと平次さんは全くものに変わらないし、平次さん。この3人は全く一緒です。で、申し訳ないけど、ここ10年ぐらいの社長は、銀行マンの社長に平気で言うんですよ。儲かったのか、家に。あの人はその当時から、こんな悪いやつじゃダメだよ。やめろ、こんな満足だ。ただ時代の二人だと、きっと来るぞとの夢の中の状況だと。ただ社長に、とにかく車で来たのは、もう普通気持ちいいんだよ。ただ、これは儲かるんじゃないよ。だから、あんな儲かる間違いからないし、すごい感じ、前から10年目から2人やったんですよ。だから、自分も、どこかがものを切り出して、人分かるような人を取り上げたいということで、自分の中を見てもらってた。石川真理でそういうのがあるじゃん。